次これ、アンジュ聞いて聞いて、体育祭のダンパで、好きな人とペアになったの、やばい助けてどうしよう、めっちゃ可愛くない、なんかめっちゃ青春で笑顔になったわ。ダンパって何、団体パーティーってこと、団体パってなんだ、ダンパってなんだ、パなんだろう。いやいいなって思った、でもこういうの可愛い、いいよな、青春だな。青春ってやつ、ダンスパーティーか、ダンスパーティーなんかあんの、プロムかよ、なんだそれ、そんなのあんの、はい、団体パフォーマンス、あーそれかも、そっちな気がする。いやーいいな、私さ、体育会の思い出、体育祭かの思い出、定期的に話すけども、ダンスで男子側に欠員が出て男子側で踊ったりとかなんかね、めっちゃダンス練習したけど骨折しちゃって、一人でポツンとみんながやってる中一人席で待ってるとかしかマジで記憶ないからさマジでこういうのいいなって思う。ダーン、なんか体育祭に記憶ないんだよなマジで。うん、そうそうそう、マジでない、本当にない、いい記憶が。もともとね運動も苦手だったしね、うん、とかだったな。灰色の、誰、おい誰の青春が灰色だよ、バカがちゃんと色づいてたわ、オーバーレイで色付けしてやろうかなんとグリザイユ法とかなんとか言って濃淡ついてるところにオーバーレイで色付けて綺麗な色彩ってやろうか、バカが、誰がわかるんだそういうの書く人しかわからんわ。